はい、どうも、カッパ園長です。さて、じゃあこの動画ではね、在日外国人のお話、見ていきましょうかね。在日中国人と在日韓国人のお話ですかね。まあ、在日韓国人、朝鮮人、まあひっくるめてコリアンとしておきましょうか。在日中国人と在日コリアンの話なんですけども、例えばこの在日のこの中国人の方がね、まあ犯罪グループとかあるわけじゃないですか。で、どうやらね、日本で今まで悪さしてね、まあなんか要は、大金稼ぎ上げていた、まあある犯罪グループがね、在日中国人の、まあチャイニーズマフィアみたいなやつらですよね。衰退したもう今の日本ではね、もう金にならねえと。今の日本でね、悪さして働くよりも、まあ要はリスクをね、取って、そんなことするよりは、本国中国でまともな職業に就いた方がはるかに儲かるから帰る。まあそういうこと言ってる人がね、出てきてるらしいんですよね。まあいいことじゃないですか。理由は何であれ、ね、徳川の連中はもう日本去ってもらいたいですからね、はっきり言って。まあどうやらね、まあ要は外国人労働者に見放された貧乏国になり下がった日本のやばい現実ってことを日本のマスコミが書いているんですけれども、もう理由は何でもいいんですよ。ね、この留学生も技能実習生もね、まあなんかそのとんずらしてさ、ね、悪さして、なんかこうギャングだかマフィアだかにこうなり下がるような連中、そういう奴らってね、もうかなり社会問題化してたししてるじゃないですか。ね、一人でも二人でもそういう連中が減ってくれるのはいいことですからね。いや、もうどんどんどうぞどうぞね、中国に帰っていただきたいと。真偽はちょっとわかりませんよ。日本のマスコミがね、こんな話をなんかばらまいて、なんだろうね、この外国人の留学生や技能実習生を引き止めにかかるべきだみたいなことを言いたいのかどうか知りませんが、真偽はのほどはちょっとわかりませんけど、もし本当だったらですよ、ね、とっとと帰ってもらう分には本当最高ですよね。まあもしかしたら当局の取り締まりの方がね、聞いていたりするのかもわかんないです。これもね、これはちょっとわかんないですけども。いや、もう二度と来ないでもらいたいですよね。ちょっとね、まだ本当かよっていうのがね、半分ぐらいはあるんですけども。ね、まあ、これに関してはそれが正しい選択だと思いますよ。ね、この在日中国人、韓国人、朝鮮人なんて、ろくでもないやつばっかじゃないですか、はっきり言って。いや、いいことじゃないですか。ね、稼げなくなったらっていうのはね、何言ってんだよって話ですけども、とっとと国に帰ってもらうっていうのはいいことですよね。こんなもん引き止める理由がね、もしあるんだったら教えてもらいたいぐらいですよね。いや、いいじゃないですか。ね、二度と来ないでもらいたいですよね。まあ、ただなんかこのタイミング的にね、要はこの中国でほら、オリンピック控えてるじゃないですか。それを見越して、まあなんか日本よりもね、このオリンピックっていうタイミングで、まあ本国ね、この中国の方が金の匂いがより強くすると。まあだからそれをね、見越して移動しているっていう、ただそれだけのような気もするんですよ。いや、勘違いしてほしくないですけど、これに、この動きに反対してるわけじゃないですからね。むしろもうどんどんね、普通にこの中国、本国にね、帰ってもらいたいとは思いますからね。とにかく儲かるタイミングで移動しているね、イナゴみたいな連中じゃないですか、所詮は。ね、もう散々日本食い散らかして、むちゃくちゃにしてったやつですからね。もう二度と来るなよと。ね、心の底からそう思いますけどもね。で、今度はね、コリアンの方を見ていきましょうかね。今度は、こっちはね、逆ですわ。これ、去年もちょこっと見たかな。この、なんだろう。この、韓国、ね、この在日韓国人はね、この、韓国、ね、本国、この、韓国でのこの、国政選挙、大統領選挙、これ参加する資格があるのに、ね、しかもなんか、ね、やろうと思えば、この在外投票、だから日本にいながら、ね、投票することだってできるのに、ね、やらない。なぜか。兵役が怖くてできないんです、みたいなこと言って日本にしがみついてんですよ。ね、もう嘘泣きすんのやめろよ、気持ち悪いから。とっとと帰れよって思うんですけどもね。でね、そんなこと、言いながら、ね、ごたく並べというか、ざれごと吐き散らかしながら、ね、これ日本国内にもほら、やれ人権派弁護士みたいな、ああいうさ、ね、この反日パヨコの片棒担いでる、このパヨった連中っているじゃないですか。まあそもそも在日韓国人で日本で弁護士やってるやつが結構いるんだっけ？
でそいつらなんかのアシストを得ながらさ、ね、被害者ずらして私たち選挙権がないんです、日本でな、日本人じゃねえからさ、投票できない人の気持ちも考えてとかほざきよるんでしょ、うん、いやかえって大統領選挙、韓国の大統領選挙に投票してこいよって話ですよね、うん、なんで日本国民でないお前らが、ね、日本国内で参政権とか要求してんだよって話じゃないですか、ね、参政権参政権選挙選挙言うんだったら、ね、国かえってやってこいよ堂々とって思いません？でやらないんですよ、なんでか兵役が怖いんだって、何言ってんだこいつら、気持ち悪い本当で、まあ、なんか、在日韓国人はね、まあ、改めてですけど、韓国の国政選挙権、ね、この韓国の大統領選挙に参加する権利、投票する権利を持ってるんですよ、こいつらは。うん。ね、日本国内で日本で選挙権がないないと、ね、泣きわめいている在日コリアンは、みんな、例えば韓国の国政選挙権持ってるんですよ。うん。なのに、ね、めんどくさがったり、ね、めんどくさがったりっていうのは違うかな。兵役を恐れたり、ね、まあ、なんやかんや行かない、やらない理由をね、うん、つけちゃ、ね、行使してないんですよ。うん。で、どさくさに紛れて日本で参政権を要求してるんですよね。やかましいわ。あ、はい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 。もう嘘泣きやめてとっとと国帰ろうぜ。うん。もうね、お前らのね、うん、嘘泣き、ね、うん、被害者面で、ね、もう日本で、ね、日本人でもないお前らが、ね、日本でね、何の権利を主張してんだよ。国帰りゃいいだろ、堂々と。なんで嫌いな日本で、ね、うん。反日しながら、ね、日本で被害者面で権利を主張するって意味がわかんねえんだけど。ね、日本では参政権欲しがるくせに、ね、韓国で大統領選挙に参加できるのに、投票できるのに、なんでやらないの？なんで行かないの？ん？在外投票しても韓国に戻らない限り、兵役は無縁だと思うんですけどもね。うん。兵役が終わらないと投票権がなかったりするのかな？ちょっとよくわかんないですけどもね。うん。まあ何にせよこれ日本にいちゃいけない奴らのザレ言ですからね。うん。ね、もうまさに義務は果たさず権利を主張している、ね、まさにこの寄生虫じゃないですか。何やってくれてんですかね、うん、とっとと帰ればいいじゃないですかね、うん、ね、自分を変えることは一切せずに、ね、日本に唾吐き文句ばっかり言う、もう在日どもとこの反日パヨク、ね、全くこれがまあそっくりそのまんま当てはまるんで、ね、もうイコールって言っていいんじゃないですかね、うん、ね、義務を果たしてから言ってこいって話ですよね。まあ言ってきてもダメなもんはダメですけどもね。いやもう本当全員ね、今年こそ全員帰ってもらいたいですよね。邪魔でしょ日本にとって、どう考えても。ん？自称韓国人のくせにね、韓国国民の義務果たしませんだって。それで日本に居座るっつんだからいい度胸だよな。うん。もうそういうのね、日本にね、一人もいらないんだよ。うん。ね、民族主義ホロホロ大好きなくせにね、兵役の義務は嫌なんだってさ、ひでえ話だよな。うん。ね、二重の権利欲しがっているのに、ね、持ってる権利を放棄するって意味がわかんねえんだけど、ね、こんな自分勝手な主張してる奴らがね、うん、祖国、故郷の韓国で受け入れられるはずもないし、もちろん日本でも受け入れられないんで、ね、うん、だからって日本に居座り続けていい理由にはないからな。な、そんな理由はこれっぽっちもないからよ。はい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 。秒で荷物まとめて帰国してくれよ、マジで。兵役が怖いとかってどういうことだよ。ん？あれかな？韓国大使館とか領事館に投票に行ったら住所確認されて居場所がバレて軍から出頭命令とか来るとか本気で思ってたりするんですかね。ね、兵役が怖いってね、兵役を避ける、兵役忌避だっけ、うん、芸能人とかスポーツ選手とかでなんかそういう免除のなんかあるじゃないですかね。国民の義務なんだろうお前たちの国では、うん、長期旅行者なんだからさね、とっとと帰って兵役つけよお前らということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。